吹奏楽コンクールで金賞を受賞したほか、岐阜県で開催された全国高等学校総合文化祭のパレード部門、マーチング部門にも愛媛県代表として出場し、秋篠宮殿下の前でパレードを披露させていただきました。11月には道後温泉商店街でもパレードをしたり、冬には全国大会に出場したりと、今後もいろいろな活動を予定しています。私たち吹奏楽部がこうやって演奏できているのも、私たちの楽器を運んでくれるトラックの力があるからこそです。今日はいつも私たちの楽器を運んでくださるトラックの事業者やドライバーの皆さんや、この会場に来てくださった方、そしていつも応援してくださる皆さんに心からの感謝を込めて、とびっきりの笑顔とワクワクする音楽をお届けします。ぜひ楽しんでいってください。さあ、それでは皆さん、早速よろしくお願いいたします。Thank you.